次に、旭川モデルいじめ対策推進について、市長直属のいじめ対応窓口を教育委員会の外に設置した理由は、教育委員会の中ではいじめの対応が十分に行われないからですか。第三者窓口であれば、教育委員会の中で一元的に管理する形でも問題ないのではありませんか。施政方針の中で、法に照らして重大事態が発生しているにもかかわらず、不適切な対応をすることはあってはならないと述べていますが、そういった事態が旭川市で起きているということを暗に意図しているんでしょうか。次に、いじめ防止対策についてでございます。市長部局の専門窓口には、学校や教育委員会に加え、第三者の関与により、いじめの早期発見と解決を図るという狙いがあり、旭川モデルにおける相談支援機能の一つとして、重要な役割を果たしていると考えております。この度の重大事態については、可燃度にいじめを受けた事案もあり、この間、学校と教育委員会において、法に基づく対応や情報共有が十分ではなかったものもあると認識しております。